の異業種交流ライブ型セミナー第4回もうすごく楽しくできました。こちらの高橋陽子、高松陽子、IT 系です。IT 系です。もうおなじみの小金崎千尋さん、両手に花です。千尋さんなんか映画出ます。DVD 1000円、小林元子さん、お母さん、ものさん、けいちゃんです。なんと東大の IT 系の愛ちゃんです。ダンサーだと、ウッチーです。初めかのなおちゃんで、レポレット と2000円か1000円です。ちょっとチャポです。半額です。レポレットチャポで、キコイさん、キコイさんは気の力で人を倒すことができます。今トイレと、今トイレと、ダメだよ。あのね、裏方だから絶対入ってくれないんだよ。こうやって引っ張らないで入ってくれない。今日も逃した方は都内のデモに来て、私が今販売します。高野義明、もうパソコンの僕のパソコンの先生で、Mac、あれ、さっき紹介してくれって言われた、あれどこ行った、画家の。みんなトイレトイレ。あ、千葉工芸さん、 M ステージの千葉工芸さん、寮で夢だ。だん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 みんな前に寄ってきます。はい、みんなもう言うことない。あ、スケボーの宣伝じゃして、今日初めて車輪がないと後ろにコースしかついてないんですけど、これで、路面で、お母さんできます。そのスケボーの名前なんていうの。リップスティック。リップスティック。はい、ティベニー。はい、まだ新商品、はい、まだ売ってないんですよ。売ってるってことないから。ちょっと車輪を飛ばしちゃう。すごい、はい、あ、じゃあちょっと乗ってみせてください。あ、今日は、あ、お名前なんておっしゃるんですか。平林さん、あのスケボーを売ってられる方で、会社名は何でしょう。会社名長いんですよね。長いの。はい、ビタミンアイファクトリーっていうんですけど、覚えられない。はい、長いですよね。おー、すごい。ピカルビンが現れたのと思いました。ローラチーム、わー、すごい、すごい。あ、すごい、今スケボーの、ね、あの仮面ライダーのサバキ。いや、本当だよ、本当。僕ずっと会いたかったけど、やっと会えたね。仮面ライダーサバキ。声をやっていました。声をやってた。編集のポーズができる。変身のシーンはなかった。変身をしない仮面ライダー。あれはでも多分設定上腕につけた音響っていうので、はい、こうやって変身してたはずです。じゃあみんなこうやる。ふわなんでや。他にケイちゃんもなんかギタリストかなんかでしょ。あ、ギター1年くらいやって、ボーカル歌をやってる。どっかのギタリストでボーカルのケイちゃんさん。ケイちゃんです。だタレントも結構多いな。ケイ、うん、ちゃんね。はい、この子の、うん、はダンサーですね。何も喋ってない人。はい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 、素敵な衣装で、はい、あと役者をやってます。空手やってた、エジンバルで会った、はい、久しぶりに。全然あのまだエジンバルで僕はイギリスに行った時に、その時に一緒だって、あのマーダラーっていう、あの、なんか殺人のミステリーをジャンジャンの人たちが来てやったんだよね。あ、その時のメンバー、月夜な、はい、僕はそのマーダラーっていう言葉はとても印象的で、朝起きた時にマーダラーって言って、人のドアを一つずつマンション閉めて、先生何ですかって言って、せーの、マーダラー。なんかいいのかいな。いい、意味わかんない。あの、小金崎千尋さんの、あのカラーセラピー、あ、
お坊さんですよね、元はい、どうぞ、みんな、あのトイレいた方、全部入って、入って、入って、入って。お坊さん、お名前伺っていいですか。はい、山本さんじゃない。ごめんなさい。勝手に名前作ったけど。あの、高橋さん、あの、お坊さんです。スーツを着てらっしゃる。お坊さんであり、会社の社長だそうです。おばいさんの、お友達、はい、あ、そうですが、あ、スーツお似合いですね。いや、一着しかないですか。寒いんじゃないですか。グレーってなかなか着こなせないよね、色的に。ねえ。太っちゃった。あ、そうです。その魚なってたら信号なしで書かれてる。そんなわけでですね、あそこにまだ顔出しダメな人いっぱいいるんですけども、今回はこういうふうに飛行士さんはこの洋服いつもいいですね、これ。コスプレです。コスプレですね。気候の先生と和服って言えばいい。なんか新しいなんか治療院できたっていう噂聞いたんですか。あ、板橋に。板橋、はい、あとはホームページで、ホームページの名前、田島院。田島治療院。なんと合皮膜の主戦だよね。合皮膜、合皮膜、合皮膜じゃない、合皮膜の主戦だよ。これ普段か見て前田京太郎のさ、ここにいてる場合じゃないんですよ。昔の話ですか。昔、今は治療院。今は没落してますけど。没落して田島院やってるんだね。それで新しく素晴らしい治療院。今度遊びに行くね。僕今はぎっくり腰。通りでちょっと綺麗だね。違う、2週間前からぎっくり腰。もう大笑い、ダンサーなのにぎっくり腰。本日異業種交流セミナー。ジニヒロシのライブ型異業種交流セミナー、こんなふうに盛大に終わりました。本当にありがとうございました。それでは皆さん の牛込の貴公子さんのご要望により、最後のお別れはこんなことをやりたいと思います。せーの。